ここは代官山です。横浜方面を眺めております。列車が通過します。渋谷方面から列車が通過します。電車通過します。ここら辺までは普通のバラストですが、ここからなんか袋詰めになってますね。ここから段差になるんでしょうか。この駅は渋谷駅改良工事に伴って勾配の向きを今上り勾配になってますが、下り勾配に切り替えるというふうに聞いてます。なんかだんだんとバラストの高さが低くなってきてます。今の下の砂利の高さまで落とすので土のを抜いて、ああはあ、あーなんか下で作業やってますね。あー切り替え工事用の作業をもう始めてるんですね。はあはあ、あ対面側を見ますとホームの重ねとおそらく切り替え後のホームの段差が見えます。木でその隙間を埋めています。あーここら辺もだんだん下がってきます。いつでも会えんだからこの辺からもうどん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 段差が広くなってます。はー面白い。よいしょよいしょ。あーもうだんだん低くなってますね。どんどん低くなってます。はこの辺も完璧に1メートルぐらいの段差になってます。はい、こちら写真撮影お断りしております。申し訳ございません。この写真の部分はご覧ください。ここから先は撮影禁止と。ご協力ありがとうございます。すいません。では引き返して、そうですね、なんか工事のために、進入禁止エリアっていうか撮影禁止エリアっていうんですかね、もう設けてるって話でした。はぁ、あーなんかジャッキでホームを上げてるんですね。最終だってこれ。